皆さん、ご入学おめでとうございます。あなたたちは激烈な競争を勝ち抜いてこの場に来ることができました。その選抜試験が公正なものであることを疑っておられないと思います。もし不公正であれば怒りが湧くでしょうが、しかし昨年東京医科大不正入試問題が発覚し、女子学生と浪人生に差別があることが分かりました。文科省が全国81の医科大医学部の調査を実施したところ、女子学生の入りにくさ、すなわち女子学生の合格率に対する男子学生の合格率の比率は平均 1.2 倍となりました。問題の東京医科大は 1.29、 最高が順天堂大の 1.67、 上位には昭和大、日本大、慶応大などの私学が並んでいます。 1.0 よりも低い、すなわち女子学生が入りやすい大学には鳥取大、島根大、徳島大、弘前大などの地方国立大学部が並んでいます。ちなみに東京大学理科サンディは 1.03、平均よりは低いですが 1.0 よりは高い。この数字をどう読み解けばいいでしょうか。統計は大事です。それをもとに考察が成り立つのですから。女子学生が男子学生より合格しにくいのは男子受験生の成績の方が良いからでしょうか。全国医学部調査結果を公表した文科省の担当者がこんなことを言っています。男子優位の学部学科は他に見当たらず、理工系も文系も女子が優位な場合が多い。ということは、医学部を除く他学部では女子の入りにくさは 1.0 以下であるということ、医学部が1を超えているということは何らかの説明がいるということを意味します。各種のデータが女子受験生の偏差値の方が男子受験生よりも高いことを証明しています。まず第一に、女子学生は浪人を避けるために余裕を持って受験先を決める傾向があります。第二に、東京大学入学者の女性比率は長きにわたって2割の壁を超えません。今年度に至っては 18.1% と前年度を下回りました。統計的には偏差値の正規分布には、全く男女差はありませんから、男子学生以上に優秀な女子学生が東大を受験していることになります。第三に、4年制大学進学率そのものに性別によるギャップがあります。2016年度の学校基本調査によれば、4年制大学進学率は男子が 55.6%、 女子 48.2% と7ポイントの差があります。この差は成績の差ではありません。息子は大学まで、娘は短大までで良いと考える親の性差別的な教育投資の結果です。最近、ノーベル平和賞受賞者のマララ・ユスフザイさんが日本を訪れて女子教育の必要を訴えました。それはパキスタンにとっては重要だが、日本には無関係でしょうか。どうせ女の子だし、所詮女の子だからと水をかけ足を引っ張ることを専門用語でアスピレーションのクーリングダウン、意欲の冷却効果と言います。マララさんのお父さんはどうやってこの子を育てたんですかって聞かれて、娘の翼を折らないようにしましたと答えました。その通り、多くの娘たちは子供なら誰でも持っている翼を折られてきたんです。そうやって東大に頑張って進学した男女学生を待っているのはどんな環境でしょうか。他大学との合同コンパですね。で、東大男子はモテます東大の女子学生からはこんな話を聞きました。君どこの大学と聞かれたら、東京の大学と答えるんだそうです。なぜかといえば、東大といえば惹かれるからだそうです。なぜ男子学生は東大生であることに誇りが持てるのに、女子学生は答えに躊躇するんでしょうか。なぜなら、男性の価値と成績の良さは一致しているのに、女性の価値と成績の良さとの間にはねじれがあるからです。女子は子どもの時から可愛いことを期待されます。ところで、可愛いとはどういう価値でしょうか。愛される、
選ばれる、守ってもらえる価値には、相手を絶対に脅かさないという保証が含まれています。だから女子は自分が成績がいいことや東大生であることを隠そうとするのです。東大工学部と大学院の男子学生5人が私大の女子学生を集団で性的に凌辱した事件がありました。加害者の男子学生は3人が退学、2人が停学処分を受けました。この事件をモデルにして、姫野薫子さんという作家が、彼女は頭が悪いからという小説を書き、昨年それをテーマに学内でシンポジウムが開かれました。彼女は頭が悪いからというのは、取り調べの過程で加害者の男子学生が実際に口にした言葉だそうです。この作品を読めば、東大の男子学生が社会からどんな目で見られているかが分かります。今東大生協でベストセラーだそうですが、東大には今でも東大女子が実質に的には入れず、他大学の女子のみに参加を認める男子サークルがあると聞きました。私が学生だった半世紀前にも同じようなサークルがありました。それが半世紀の後の今日も続いているとは驚きです。この3月に東京大学男女共同参画担当理事副学長松木さんの名前で、女子学生排除は東大憲章が唱える平等の理念に反すると警告が出ました。これまであなた方が過ごしてきた学校は建前平等の社会です。偏差値競争に男女差はありませんが、大学に入る時点ですでに隠れた性差別は始まっています。社会に出ればもっとあからさまな性差別が横行しています。東大もまた例外ではありません。学部においておよそ 20% の女子学生比率は、大学院になると修士課程で 25%、 博士課程で 30.7% になりますが、その先研究職となると、助教の女性比率は 18.2、 准教授で 11.6、 教授職で 7.8 と低下します。これは国会議員の女性比率より低いです。女性学部長研究課長はそこに並んでいらっしゃる15人のうちの1人、歴代総長に女性はいません。こういうことを研究する学問が40年前に生まれました。女性学という学問です。後にジェンダー研究と呼ばれるようになりました。私が学生だったところには、女性学という学問はこの世にありませんでした。なかったから作りました。女性学は大学の外で生まれて、大学の外に中に入ってきました。四半世紀前、私が東京大学に赴任したとき、私は文学部で3人目の女性教員でした。そして女性学を教える立場に立ちました。女性学を始めてみたら、世の中は解かれていない謎だらけでした。どうして男は仕事で女は家事って決まってるの？主婦って何？何する人？ナプキンやタンポンがなかった頃には月経用品は何を使ってたの？日本の歴史に同性愛者はいたの？誰も調べたことがなかったから、先行研究ってものがありません。ですから何をやってもその分野のパイオニア、第一人者になれます。今日東京大学では、主婦の研究でも少女漫画の研究でもセクシュアリティの研究でも学位が取れますが、それは私たちが新しい分野に取り組んで戦ってきたからです。ただし就職の保証はありません。そして私を突き動かしてきたのは、悪ことなき好奇心と社会の不公正に対する怒りでした。学問にもベンチャーがあります。衰退していく学問に対して、新しく勃興していく学問があります。女性学はベンチャーでした。女性学に限らず、環境学、情報学、障害学などさまざまな新しい分野が生まれました。時代の変化がそれを求めたからです。言っておきますが、東京大学は変化と多様性に開かれた大学です。私のようなものを採用し、この場に立たせたことがその証です。東大には国立大学初の在日韓国人教授菅三淳さん、国立大学初の高校卒の教授安藤忠雄さん、また
モードは三重の障害者である教授福島聡さんもいらっしゃいます。あなたたちは選抜されてここに来ました。東大生一人当たりにかかる国費負担は年間500万円と言われています。これから4年間素晴らしい教育学習環境があなたたちを待っています。その素晴らしさはここで教えた経験のある私が受け合います。あなたたちは頑張れば報われると思ってここまで来たはずです。ですが冒頭で不正入試に触れた通り、頑張ってもそれが公正に報われない社会があなたたちを待っています。そして頑張ったら報われるとあなた方が思えることそのこと自体があなた方の努力の成果ではなく環境のおかげだったことを忘れないようにしてください。あなたたちが今日頑張れば報われると思えるのはこれまであなたたちの周囲の環境があなたたちを励まし背を押し手を持って引き上げやり遂げたことを評価して褒めてくれたからこそです。世の中には頑張っても報われない人、頑張ろうにも頑張れない人、頑張りすぎて心と体を壊した人たちがいます。頑張る前から所詮お前なんかどうせ私なんてと頑張る意欲をくじかれる人たちもいます。あなたたちの頑張りをどうぞ自分が勝ち抜くためだけに使わないでください。恵まれた環境と恵まれた能力と恵まれない人々を貶めるためにではなくそういう人々を助けるために使ってください。そして強がらず自分の弱さを認め支え合って生きてください。女性学を生んだのはフェミニズムという女性運動ですが、フェミニズムは決して女も男のように振る舞いたいとか弱者が強者になりたいという思想ではありません。フェミニズムは弱者が弱者のままで尊重されることを求める思想です。あなた方を待ち受けているのはこれまでのセオリーが当てはまらない予測不可能な未知の世界です。これまであなた方は正解のある地を求めてきました。これからあなた方を待っているのは正解のない問いに満ちた社会です、世界です。学内になぜ多様性が必要かといえば、新しい価値はシステムとシステムの間、異文化が摩擦するところに生まれるからです。学内にとどまる必要はありません。東大には海外留学や国際交流、国内の地域連携の解決に関わる活動をサポートする仕組みもあります。未知を求めてよその世界にも飛び出してください。異文化を恐れる必要はありません。人間が生きているところならどこでも生きていけます。あなた方には東大ブランドが全く通用しない世界でも、どんな環境でもどんな世界でも、たとえ難民になってでも生きていける地を身につけてもらいたい。大学で学ぶ価値とはすでにある地を身につけることではなく、これまで誰も見たことのない地を生み出すための地を身につけることだと私は確信しています。地を生み出す地をメタ知識と言います。そのメタ知識を学生に身につけてもらうことこそが大学の使命です。ようこそ東京大学へ。おめでとう。